大ボケを行く遊覧船大ボケ郷遊覧船は、徳島県三好市の大ボケ郷を行き来する、観光遊覧船、乗船場。2016年8月撮影大ボケ郷遊覧船。明治24から25年頃、国道開通迎期に煽られて、宿屋家飲食店を始めた、大平磯基地が一層の、かんどり船を仕立て,て適牛やうなぎの漁を始めた。朝夕に吉野川を上下するうち、 その景観に打たれ、宿泊客を船に乗せて、大ボケを見せ、喜ばせた。明治四十二年、時の定身大臣、後藤新平が都さへ向かう途中、紅葉に染められた、大ボケの美しさに打たれ、岩に大ス天下第一ボケの秋と歌った。天下の名称として紹介されたのは、この一句によってと言われている。磯吉の死後、息子の太平一五郎が志を継いで、 格策大いに努める。旧式の船に見切りをつけて、発動機付けの新型船とし、鉄道の開通の後期を捉え、西日本に大ボケありを広く宣伝紹介し、一方遊ン地の先進地の見学研究を怠らず、薬器になって働く。尊義であり、長議にもなった、関係上、徳島県に対し観光事業を積極的に進める、ことを再三申し入れた。 その甲斐あってか、大ボケが県立公園となり、ついで、鶴木山国亭公園に編入されたのを、受け遊覧船は次第に大型化し、30人余りを乗せて短時間で往復できるようになった。現在は大ボケ協観交優船として運営しており、5層の船で船頭の軽快な説明を受けながら、多くの観光客に大ボケの祈願、会話を堪能できるようになっている。 四季折々の景色も望め、春には岩つ辻、じ、夏の新緑、秋には紅葉、冬の雪化粧と時期を変えて遊覧船に乗る、観光客も多い。昔は陶器には、こたつ船も用意されていたが、近年は膝掛けを配り足に優しい椅子式になった。応募結橋真ん中、ありがとうございます。